いや本当ね、ふざけるなよと思いますね。緊急事態宣言4回目、これ東京と1都3県だと思いますけども、全国的な影響は避けられないんですよ。だって本社のほとんどが東京にあるわけでしょ。それから東京の事業者と取引してる会社も全国にあまねくあるわけですよ。はっきり言って東京をね、なんかこういうふうな緊急事態宣言限定的に出したとしても、全国的な影響はね、どうやっても避けられないですからね。もうほんとね、勘弁してくれよって感じですよね。プラス私は中小企業の立場としてね、中小企業に対するその補助金事業もあるわけですよ。これがねほとんど覆されて、まあなくなっちゃったという。緊急事態宣言出すんだったら、まさにね中小企業の支援やらなくちゃ、だ何にもないですよ今で。菅総理記者会見で税収が60兆円を超えたとか言ってますけども、増税したからでしょうが、それはどれだけ国民とかね中小企業に負担を押し付けてるんだって話ですよ。もうだからなんかね、すごい期待した菅総理だったんですけどもね、全然違いますねやっぱり。とにかくこの菅政権というか自民党は国民を食い尽くしてね、まるでこの日本という国をどっかの国の属国にしようとしてるんじゃないかなと思うぐらいですよね。いや腹立たしいなと思いますよ。でオリンピックをやるわけでしょ。もうはっきりオリンピックがね、もうはっきりクソですよ。もうこんなのオリンピックに参加するやつももうね売国奴、はっきり言ってオリンピックみんな参加するなと思いますよ。こんなのもうクズですよ。オリンピックはもうなんかね、これほどオリンピックが憎いと思ったことはないですね。なんでこれで選手はボイコットしないんだと、お前らも仲間かと思いますよね。結局自分のことさえ良ければいいわけだね、オリンピック選手も。それ大変な思いをしてそこにいるのは分かりますよ。けどね、国民の犠牲の上に自分たちの晴れ舞台を作ろうとして、その根性が気に入らないですね。もうオリンピックもね最悪ですよこれは。という形でね、関係ないところまでこうやって感情がいくじゃないですか。だから統治がうまくいってないと、これがだから国民の分断ってやつなんですよ。しまいにはね、最近の若者は酒を飲まないとか言っといて、酒飲んだら路上飲みだとか言って結局批判するわけでしょ。いやはっきり言ってね、酒飲んでわーわー騒いで飛沫飛ばすのはそれは60代以上の方だけですね。そういった下品な飲み方するのはそういった権力者の方だけなんですよ。私たち庶民はねちびりちびりとおとなしく飲んでるわけですよ。どこぞの酔っ払いとかじゃないんですからね。安心して私たちは暮らすために、国民はねみんな手洗い消毒したりとかね、うがいしたりとか着替えたりとか、飛沫飛ばさないようにねアクリル板とか、意味があるのかないのか分かんないけどやってますよ。もう今やね、山の中で一人で歩いてる人までマスクしてますよそこまでやってるわけですよ。だから権力を持ってる方は何をやってるんだと、何もしてないじゃないかと。もう何がワクチンだと、ワクチンクソくらいですよ。ワクチンもあれでしょ、結局入荷量があるって言っといてなかったわけですよ。嘘だったんですよね。1億回分発注しましたとか言って5000回分消えてるわけですよ。で政府に言わせればそれは地方に送ったんで地方の自治体とかに問い合わせてくださいって言うけど、そもそも送ってないからね。ね、そういう記録もないわけですから、中央政府からね各市町村に送った記録があるんだったら出してみろってことですよ。それだから公文書なんで見せられないってわけでしょ。いや公文書だったら見せなくちゃ、赤木ファイルかお前はって感じですよ。いや腹立たしいですねもうね。まあ、はっきり言うとね、私がねなんかねその権力者だったら全員ぶちなくてね、全員終身刑ですよ。河合克行も込みで、広島の県議も不起訴になったけども自分で自分の身を処すことができないのかと思いますよね。広島県議、市議、私個人的な名前出してもいいと思いますよ。私の付き合いがあったやつもこの動画見てたら恥ずかしいでしょ。今度会ったらね間違いなく顎ぶん殴りますからねお前は恥ずかしくないのかと、早くやめろとお前子供がいるだろう、子供たちに何て言ってんだ、どうせ汚い言い訳してんだろうと思っちゃいますからね私はね。本当に腹立たしいですね。もうダメですよまあこういう表現したらまたね YouTube から怒られちゃうかもしれませんけども、いやでもね国民の素直な気持ちですよこれが。だからねもうなんか反社会勢力ですよ、もう権力者が最も反社会勢力。社会っていうのは権力者のことじゃないですからね、権力を持たない人、我々のことですからね。そして、まあ、いわゆる
法律っていうのは力のない人に下駄を履かせるためにあるもんですよ。力のある人が鬼に金棒するもんじゃないですからね。何なんだよと思いますよね。とにかくオリンピックはもうダメ、オリンピックに参加したやつもダメ、オリンピックに参加したやつの私顔覚えてますからね。もうお前ね、そこまでしてお前自分のことがやりたいのかと。まあ自分のことやりたいでしょうね、きっとね。でも同じように私たちも同じです。中小企業としても家族を食わすために、自分の立場を守るためにやばいね、生きていかなくてはならない。でも私たちには権力がないです。ですんでオリンピックの選手ほどもてはやされないし、どっかのねコメンテーターほど余裕じゃないし、本当にきついですよ。もうきついね。私はたまたま投資の利回りがありますけどもね、それがなかったら本当に中小企業の経営だけじゃやっていけないんですよ。これはなんかね、酒の元締めから酒を売るなってわけでしょ。じゃあ全国の飲食店さんははっきり言ってコンビニで仕入れて、もう赤字覚悟で店内で売るぐらいのことをやらないと、反逆ののろしを上げられないですよね。どこまでやるひどいことするんだと思いますけどね。怒りでございます。